アナキン・スカイウォーカーって子供の頃めっちゃ可愛いからね。そう、めっちゃ可愛かったのに、最後は、シャーとか言ってさ、もうお面かぶっちゃってさ、デデデーとかなるわけじゃん。あんな闇落ちするやん。そう。アナキンのね、エピソードいくつか知らんけど、めっちゃ可愛かったのにね。ダース・ベイダーだった瞬間も。シャーくっそイケメンだったよね。なんか師匠だっけ、オビワン・ケノービとかだったっけ、合ってるかな、オビワン・ケノービとか。それは見たんだよ。オビワン師匠と、まあ、アナキンが子供で、ダース・モールとかと戦ってんのはなんか見たんだよ。まだダース・ベイダーじゃないのよ。ダース・モールっていうのが降りた獣士みたいなやつがいて、そう、顔がクモの巣みたいになってて、顔真っ赤かの。そう、なんか、あの、焼酎10杯飲みましたみたいな顔したやつがいたんだよ。降りたか角生えたみたいなやつ。赤いやつ、そうそうそう。スター・ウォーズって、まだでも映画全部終わってないよね。あれ、確かね。映画的には完結してないよね、スター・ウォーズって。どうなったのあれ。終わったっけ？なんか結構リメイク作品みたいな感じで作ってたよね。全部終わったあれ。終わってないよね。長いんだよ。しかもなんか順番がむちゃくちゃなんだよね。むちゃくちゃなんだよな。なあ。新しいの作ってんだ。しかもさ、ジュラシックパークもひどない？南海研究所からさ、恐竜脱出すんの？学ばないの？毎回さ、施設からさ、恐竜が逃げ出すんだけどさ、あんなに逃げ出してんのにまた逃がすんだよね。ねえ、毎回同じストーリーなんだよ。また逃げ出して大変なことになるんだよね。うん。なんでなのあれ。学習能力ないのみたいな。また逃げちゃったのみたいな。ペンペン、ペンペン、ペペペン、ペペン、ペンペン、みたいな。これ合ってた？ジュラシックパークだっけ？ペペペン、ペペン、ペンペン、みたいな。ジュラシックパークとスターウォーズとインディージョーンズが分かんないんだね。ペンペン、ペンペン、ペペペン、ペペン、ペンペンだっけ。そう。スターウォーズは違うよ。スターウォーズは違う。テーテレッテー、テーテテー、まあこれインディージョーンズなんだよ。テーテレッテー、テーテテー、テーテー、テーテレッテーでしょ。これインディージョーンズだよね。スターウォーズは、テー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 って何？何？どうした？救急車呼ぶ？ねえ。何それ、さ、て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 、わかんないよ。わかんないよ。ミッションインポッシブルは、てん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 、てるるー、てるるーってでしょ？それはわかるよ。え？スターウォーズなんだっけ？て、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 あ、あ！て、て、て、てーん！何？わかんない。なんか今出てきそうだったけど、て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 ーてててて、なんだっけ、惜しいな。てててて、ててててて、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 ててててーてんてててーてんてててててー、そう、これだよな。スーパーマン、スーパーマンって何ってさ、思ったけどさ、なんか昔の洋画ってさ、全部てーんでさ表現できるくない？うん、全部てーんで表現できるよね。スーパーマン、テーマ、絶対てーんだよ。ほら、典型だよ。同じじゃん、始まり。ユニバーサルスタジオジャパン、レディース&ジェントルメン、ユニバーサルスタジオジャパン、本日はユニバーサルスタジオジャパンにご来園いただきまして誠にありがとうございます。本日メインイベントスーパーマンと握手のコーナーはこの後13時30分よりメインステージ1で行います。お誘い合わせの上、ぜひご来場くださいませ。本日はユニバーサルスタジオジャパンにご来園いただきまして誠にありがとうございました。バックトゥーザフューチャーはそれこそユニバや。レディース&ジェントルメン、ユニバーサルスタジオジャパン、本日はユニバーサルスタジオジャパンにご来園いただきまして誠にありがとうございます。この後メインステージ1より
バックトゥーザフューチャー握手会が行われます。お誘い合わせの前ご参加ください。本日はユニバーサルスタジオジャパンにご来園いただきまして誠にありがとうございました。ちょっと待って、タオル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 、ちょっとちょっとふざけんなよお前。俺のさ、ちょっと待って、オリパのカードが袋で寝ちゃったじゃん。ちょっとまずい、大変なことだ。ちょっと PSA 銃、 PSA 銃、まずい。うわ、もうガチで吹いた。画廊伝説のライデンじゃん。ガロー伝説のライデンだよ。浮いちゃった。もうユニバーサルスタジオジャパンだよ、バカ野郎。ビチビチに濡れたわ。本日はディズニーランドに遊びに来てくれてありがとう。みんなが来てくれたのは僕の幸せだよ。今日の気分はどうだい。お父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃんたちにたくさんお金を使ってもらって夢の国ではっちゃけちゃいなよ。だけど夢の国は夜9時で終わりなんだ。このゲートを出るとそこには君たちが直面したくない現実が待っている。ちょこっとの間君たちがお金を使ってくれるから夢の世界という仮想空間を作ってあげるよ。みんなバカみたいにはしゃいじゃえばいいよ。あとお土産屋さんに売ってるクッキーはローソンのクッキーと味が変わりません。どうしてもクッキーを食べたい人はコンビニに行くといいよ。あと僕の彼女のミニーは先日グーフィーに寝取られました。いかがわしいことです。だけど僕はみんなのミッキーだからこれを目をつぶって許してあげようと思います。怒られるわ。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。センキュー。